昨日あのロボロフスキーハムスターを買ってきて、まあ、設置してみたんですけど、ちょっと足らないものがあるなと思って、追加してきたので、それをちょっと今日紹介します。これ、リスハムブレンドっていうなんかミックスされてる餌ですね。なんか小粒のひまわりの種とか、トウモロコシ、豆とか小麦、ピーナッツとか、そういうのがミックスされてる餌ですね。これなんで買ってきたかっていうと、ペットショップでこれあげてたんですよね。で、昨日これうちにある餌あげてたんですけど、量があんまり減ってなくてですね、ちょっと初めのうちは同じ餌あげないといけないなと思って、で、まあ同じやつ買ってきました。あと足りないなと思ってたのはこれ、砂場入れる、これまあ入れ物なんですけど、砂浴びすると思うんで、砂浴びの部屋買ってきました。で、まあこれ砂浴びする時の砂、これ、これから暑くなってきた時に、冷たく感じるやつですね、冷感キューブって書いてありますけど、アルミ製の、家の中に入れ物ですね。触ってみたらもうだいぶ横から触れるようになってるんですけど、だいぶ冷たく感じる。でもあとはあのハリネズミの餌ですね、ハリネズミの餌は別にハムスターにあげるわけじゃないんですけど、まあ、うちのハリネズミの餌がもう半分ぐらい減ってたんで足しておきました。これ早速今入れようかなと思います。これまあ入れ物と1回分の砂とシャベルがついてました。で、これ今ジャンカリアンが使ってるやつと全く同じですね。で、これなんで同じやつ買ったかっていうと、普通に、まあ、透明なデザインと白で色がまず良かったっていうのと、中に角にこうやって置いてもいいし、外からもこれつけれるんですよね。入れ物の中にここだけ出して、で、まあ外からも使えるし中にも置けるっていうので、もう機能的にはもう本当に最高ですね。で、これも中開けて洗えるので、こうパカッとこう開けてしまって洗えるので、もう砂浴びの入れ物としては本当にもう最適な入れ物だと思ってるので、これにしました。で、リスハムブレンド入れてみます。お、もう歯車回してる。お、多分初めて回してますね、これ。で、昨日入れてた回し車だと多分ちょっと大きすぎて回らなかったんですけど、これ一回りちっちゃいやつ、今まで使ってなかったちっちゃいやつを入れてみたら、ちっちゃいやつだったら回るみたいですね。なんでやっぱりこれ個体の大きさに合わせて回し車も変えてあげないと回らないですね。で、昨日の中ぐらいの大きいやつは下に入れたんですけど、下のやつはジャンカリアンだと回せるので、それでちょうどいいんだと思います。
まあ入れとけば食べると思うんで、下のジャンガリアもこれ揚げてみよう。食べてる食べてる。やっぱりもともと飼ってたところのやつが食べたいんだな。うん、あんまり急に違う餌を与えるのはやっぱり良くないみたいですね。同じやつを初め与えておいてから徐々に変えていかないとあんまり食べたくないんだよね。下のジャンガリアも食べてる。トイレの存在にも気がついて、お、入った。ちなみに1階のジャンガリアンも今むさぼるように食べてますね。美味しいんだな。いろんな種とかがランダムに入ってるから好きなやつからきっと選んで食べてんだろうな。ひまわりの種か。やっぱりひまわりの種が好きなんだな。ひまわりの種を先に取って食べてたんだな。今日はまあこんな感じで、まあ、2日目も元気にやってますっていうことで終わりにします。
餌もちゃんとまあ見たら、あげたらすぐ食べてたんで、うん、これでいいかなと思います。で今日ロボロフスキー1匹もいなかったので、今日は買うのやめました。まあいなかったんで買えなかったって言った場合かもしれないですけど、また今度ロボロフスキー違う店で買おうかなと思います。で同じ店で、オスとメスペアで買わなかったのは、同じ店でペアで買うと、子供が生まれた時に血が濃くなりすぎて、あんまり良くないっていうんで、同じ店で2匹買うのはやめました。同じ家族があんまり近すぎる家系の、オスとメスで掛け合わせてはいけないみたいなんで、別のお店でちょっと探そうかなと思ってます。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。